ました。また各党代表の皆様方、先ほどの外交問題もそうですよ、外交問題で多いんですよ、やってもう一つ環境ですよね。家であれば環境我々が目指すところの新たな憲法制定運動も各方面からのご理解とご協力をいただきながら着実に前進しており、